はい、シローです。今回はですね、えー、農産村に再生可能エネルギーの、えー、波がですね、どんどん広がってきていると、特に徳島県の例をちょっと挙げて、えー、お話ししてきているんですが、いろいろな、ね、再生可能エネルギーの方法、発電方法があるとしてもですね、まあ、大体種類は似通ってくるかなというところなんですが、今回はですね、太陽光の、えー、話なんですね。 ここにも書かれてますけどため池に2000枚を超える太陽光パネルとため池というのはですねやっぱり田舎に行くとですね、まあ、場所場所にもよるんですけど結構あるんですよね特にこういう田んぼを、えー、作ってるところお米を作ってるところっていうのはやっぱり水がかなり必要になってきますで四国というのはですね時々やっぱりその水が足りなくなる水不足になるということもあって昔からこういうため池で、えー、水を確保するという 習わししとううんでしょうかねそういうのがこう整備されてきてるんだとは思うんですけどもやっぱりため池というのはやっぱり全国的にもあると。でふ、まあ、普段はですねそんなにこう必要でない部分が大きいのでこの土地をですね有効活用しようということでこういった池のところにですね、えー、再生可能エネルギーを広げていこうという部分なんですね。でまあちょっと本部読んできますけど農業用の設備を生かした再生可能エネルギーの導入プロジェクトはため池にも広がってきた。 東部の阿南市にある農業用ため池の沢池では、水上式の太陽光発電所が2016年10月に運転を開始しているということで、まあ、つい最近ですよね。今この動画を撮っているのが2017年も年明けで1月なので、まあ、本当に2か月前ぐらいのところですね。池の広さは20万平方メートルであって、周辺部を除く6万平方メートルに太陽光パネルを設置した。 高密度ポリエチレン製のフロートを水上に並べて合計2340枚の太陽光パネルで発電する発電能力は 630kW になり年間に60万 kW の発電量を見込んでいる一般家庭の170世帯分に相当する電力を供給できると結構なものですね水上式のメリットの一つは陸上と違って造成工事が不要な点にある 水上でフロートを組み立てて太陽光パネルを設置してから水中にアンカーを垂らして、怒りですね、これね。船で言うよね、えー。垂らして固定すると。あとは陸上のパワーコンディショナーと接続すれば工事が完了する。伊沢池の太陽光発電設備の工期は3ヶ月ですんだ。これ早いですよね。たった3ヶ月ですよ。で、ここのですね、作っているのはフランスのシエル・テール社。 という会社なんですけど、ここですね、ちょっとウェブサイトで引っ張ってみたんですけど、ね、こういう感じの会社なんですよね。で、ここね、この最初のところですけど、まさにこの徳島県の伊沢池の例、えー、がこうパッと載ってるわけですけども、日本国内でも結構ね、いろいろこうやって作ってるんですよ。これ結構寒い地域でしょうね、ダム湖かもしれないですけど、そこでもやってますし、こういうところですよね。 でさっきのフロートというのがね、ちょっと見づらいかもしれませんけど、こんな感じの、結構大きめのフロートですよね。でお餅の池にのご活用なんていう形でね、やってますけど、まああの世界的にですね、こういったフロートを使った水上のメガソーラー設備というものの、まあ、パイオニアに当たるのかなというところですね。そこでのやっぱりあの発電設備のね、というところです。で 日本国内でも通常式の太陽光発電所は数多く使われているが、自社で発電所を建設、運営するのは初めてだと。まあ自社全部でやるってことでしょうね。今後も全国各地で農業用多ため池に通常式の太陽光発電所を展開していくと。徳島県内では内陸の町や村で再生コンエネルギーの導入が活発に進んでいる図ならという形で、ここで佐奈、えー、ゴー村がこ,ここに出てきてますね。から神山町と勝川。 上勝町にまたがる山岳地帯は四国の中でも特に風況に恵まれた地域だと。風強っていうのは風がちゃんと吹くということですね。ここでしょうね。えー、勝上町うーん、あ、ここですね。勝上町、上山町、この 3, 3つの町と村ですね。この一帯で全国に風力発電所を展開するユーラスエナジーグループが大規模な風力発電所を計画中だ。 17機の大型風車を設置して風力発,発電能力は最大39メガワット。こことね、比べてみてください。39メガですからね。キロですから、これ。1キロの1000キロワットで1万、あ違う1万キロワットで、えー、あ1000キロワットで 1, うん1メガワットになるのかなですよね。 でそういうことを考えると相当なパワーですよね。やっぱ風力発電というのはですね、かなりパワーがあるという形ですね。で、これもですね、ユーラスグループというものの、ちょっと UF サイトを引っ張ってきたんですけど、これですね、トヨタ通商と、あの、会社概要かなこれを見るとですね、ほら、トヨタ通商と東京電力の合弁会社なんですね。 で、もう2001年からやってますけれども、まあ、太陽光と風力をしっかりとやってる会社なんだなというのが分かります。で、結構ですね、プロジェクトの実績を見ると、実はですね、日本もそうなんですけど、ヨーロッパの方がすごいんですよね。ただ、多分ヨーロッパでは風力発電というのがかなり流行ってきてますので、そこの部分での実績がかなりあるのかなということです。まあ、ヨーロッパのプロジェクトなんか見てみましょうか。 ね、こういうウェールズとかうーん、スペインですよね。ガリシア、これはどこなんだろうな。すごいですね。ガリシア州っていっぱいありますね。そうですね。で、まあ、こういった形で、あ、スペインですね。これね。全部スペインです。スペインで相当な量をやってるんですね。これね。66期とか37期とか72期とかですね。これ見てください。 9万3 6 0 0ットですから93万 kW メガワットかになるわけですね。すごいですよね、これね。相当なもんですよ。これだけやってますからね。ほら。ですから、やっぱりこの会社というのは、日本もそうなんですけど、海外で実績をどん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 積んできてるという形で、日本にも導入が進んできてますよっていう形なんですよね。 まあやっぱり日本の場合は、ね、規制がいろいろ難しいのであの時間がかかっちゃうということはやっぱり大きいんですよね。ですからやっぱりそこの部分の規制というのは、まあ、緩和すればいいというわけじゃなくてどうやったらいい方向に行くのかということをみんなで話し合っていくのが一番いいんですよ。でこういう時にですね、やっぱり力を持ってるところががつっとこうやっちゃうのでなかなかですね、あのここに住んでいる人たちの意見というのがやっぱり取り,取り込まれないんですよね。 だからそこの部分が私はもっと大事かなと思います。だから本当は、まあね、地域に住んでいる方たちがやっぱり出資して作っていくっていう、あの、フランスでしたがね、あの、ローラン、あ、違うな、スウェーデンかな、ローラン島というところはね、ほとんど、あの、そこの人たちが出資して風力発電をじわじは作ってきて、ほぼほぼ再生可能エネルギーで、もう電力が賄える状態にまで持ってきたということなんですけれども、まだまだそういうところのね、時間はかかると思うんですけれども、 日本でもそういうところがね、規制緩和とともにあのやっていくとすごくいいんじゃないかなと思います。で、まあ、さらにですね、あのちょっと本文読んできますけど、北に向かって上板町では全国各地で太陽光発電所を運営する NTT ファシリティーズ。これもね、NTT が入ってますからね。F 上坂太陽光発電所ファシリティーズを入れてるんですかね、これね。 2016年11月に稼働させたところだ。まあこれもほんのね、1ヶ月前、2ヶ月前ぐらいですよね。夫婦場の土地の一部に太陽光パネルを設置した。発電能力は2.65メガワットで、年間の発電量は296万キロワットを見込んでいる。一般家庭の使用量で820世帯分の電力になる。結構な量ですね。まあこれ、こうですかね。えーと、上坂、あ、ここですね。上板町。 ここら辺に大きなゴルフ場にあるところの一部をこういう太陽光パネルにしていると。でですね、徳島県はですね、もうかなりこういったいろんな地域にですね、光ファイバー網があるということをちょっと前回の動画でもお話ししましたけれども、そういうところからですね、山村にそういう IT 企業が入っていくっていうところではものすごくいいんですね。で これも全、ずいぶん前の動画でお話し,しましたけれども、徳島県はですね、原子力発電所を廃炉に決めたんですね。ということは、その廃炉に決めたことによって、再生可能エネルギーでの生産量を上げることが可能になったんですね。まあ、国の原子力政策というか、まあ、こちらの四国のですね、えー、そういった政策として、そういう方向に持っていきたいというところがあったんでしょうけれども、 こういう形で徳島県というのはどん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 そういう形で再生可能エネルギーを広めていこうという企業がねどんどん入ってきて作っていくという形になってきてますよねまあでも結局ね東京電力が入ってたりとかしますけどねこうよく見てみたら、まあ、その会社はどうのこうのっていうのはやっぱりいろいろね議論はあると思うんですけども再生可能エネルギーが広がるというところではすごくいいんじゃないかなと思いますよねですからそこの部分で こういったニュースを少しずつ拾ってきて、なんでそういうふうに広がっていくのかっていうところを、やっぱり皆さんにいろいろ考えてきた方がいいと思うんですよ。自分の住んでる地域はどうなのかというところですね。で今後そういう方向に行くのかというところで、まあ、市長さんとかですね、そういう街の有力者さんとかを選んでいったりすることっていうのもすごく大事なんですよということですよね。そういう背景をまず知らないと、なんでこういうのが流行ってるのかっていうのはわからないですよね。効率なのか、 方向性なのかそれとも上の人たちがどういう方向性でいきたいのかっていうところはあのいろんなところからやっぱり知るべきじゃないかなと思うんですそうじゃないとねこういうあの設備というのはねやっぱり投資としてすごくお金もかかりますしあるいは使う人たちがねこう地元にいるのにあんまり考えてないですよねまあバイデンをメインに考えてるんだと思うんですけども 今後ですね、こういうところに地域にいる人たちがこの電力を使うのかどうかっていうところはやっぱりすごく大事になってくるでしょうしね、まあ、その後の展開っていうのもやっぱり二重三重にこういうメーカーとかねは、まあ、ですね、まあ、このフランスのメーカーもそうですけどもシエルテールシャスさんですとかねこちらも NTT ファシリティーズさんとか、まあ、ユーラスエナジーグループさんっていうのはやっぱりいろいろ考えてるとは思うんですけれども、まあ、そこの部分の,あの 裏の部分ともちょっとね、自分なりにこう予測するということはすごく大事です。そのためにはですね、いろんな情報ソースからいろいろ情報を集めてくるということが非常に必要になってきまして、その中で、ああ、そういう方向性なのかなっていうふうに考えられるっていうのがやっぱりこれからの生きていく上では一つ大事な能力かなというふうに思います。はい、えー、今回もですね、最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。失礼いたします。